こんにちは。今日もヤクルトの選手深掘りしていきたいと思います。今日は誰ですか？いやもう塩見選手。また違う、こんでぐらい足上げる人、こっちか、ライアンです。小川安弘投手。なんでライアンって言うんですか、それ。そういえば知らないの？あの昔なんかノーラン・ライアンっていうピッチャーがいて、この人がなんかそういう投げ方するらしくて、あ、似てるからの足の上げ方真似してなんか良くなったみたいな。でもあれずっとやってるのめっちゃしんどいと思うで、相当下半身ってだから、ね、そういう投げ方をしてるんだよね、うん、ずっと。だからまあそれでライアンって呼ばれてるんだけど。ライアン選手はどんな人柄ですか？ライアン選手ね、もうおとなしい。おとなしそう。口数少ない、クール、鬼クールだね。全然冗談とか言わない。言わないね。見たことない、そんな姿。もうずっとクール、本当にクールな男。それは先輩に対してだけじゃなくて、みんなじゃない？みんな、うん、クールだね、ライアンは。文句一つ出ず、黙々と努力する男、うん、こんな感じ。小川選手との何か印象に残ってるエピソードありますか？ライアンはね、もうね、これ忘れもしない。2015年の時に東京ドームで試合があって、その日ね、俺ちょっと足怪我しちゃったのよ。で、次の日病院朝行って検査して、検査の状態を見てその日も試合に出るか出ないかみたいな感じの時があったんだけど、病院検査終わって肉離れの可能性あったから見たんだけど、肉離れしてなくて、結局大丈夫だってなって、その日ライダーだからさ、神宮に一回戻って、そしたらライアンがいたのよ。足大丈夫ですかみたいな話して、ライアン昼飯食ったみたいな。山田ですみたいな。でライアンが昼飯食べに行きませんみたいな。あ、いいよ行こうかって。ライアンと飯食い行ったのね。口数も少ないから会話もそんななく、黙々とこうご飯食べてた。なんか真剣な話になったんだよ。そうしてるうちにライアンが、え、つよしさん時間大丈夫ですかみたいな言い出して、何があって、え、東京ドーム行かなくていいんですかみたいな。で、あ、そうだなみたいな言って、いや、それで遅刻したのよ俺は。要は結局はコーチにぶっ飛ばされたの。ライアンも。いや俺だけ。え、なんで遅刻したから。ライアンも遅刻したじゃないの？いや、してない。いや待って、これエピソード7を、ライアンとのエピソードちょっと変えよう。なんかよ。あ、こうしよう。 OK、 あった。エピソードっていうあれでもないけど、ライアンは地元が愛知県の 赤羽市っていうのかな、なんかもうすごい田舎のところなんだけど、いつもね、毎年ライアンのね、その地元の野球教室に一緒に俺も行って泊まりで行くんだけど、その時にライアンの講演会みたいなのがあるわけ、そこに。で、いつもそこで、まあ、美味しいもの食べさせてもらって、いつもそこでなんかこう激励会みたいなのをしてもらうんだけど、とにかくそのライアンの講演会の人たちはものすごいもう熱い人たちばっかりで、大宴会になるのがいつも講演会の締めで、一曲歌うのよ、みんなで。それがライアン音頭っていう歌があるのよ。それをみんなで一曲最後歌って締めるんだけどっていう。いや、そのライアン音頭が面白いよ、その歌が。もうそれ YouTube で検索したら出てきます。いや、出てこいよ。ライアン音頭っていう歌があるのよ。今度それ、ね、皆さんぜひね、ライアンに聞いてほしい。ライアン音頭って何ですかって。俺最後のフレーズしか分からない。ライアン音頭っていう、そこのフレーズしか覚えてないから分かんないんだけど、誰が作ったかも分かんないんだけど、なんかそういう歌があるんだよ。ライアン音頭っていう歌が、 CD とか別に出てるわけじゃないから、誰かが作ったんだけど、まあ、その講演会の人が多分作ったと思うんだけどねっていう話。チームメイトしか知らないライアンの裏の一面ありますか？ライアンなんかね、スタイリストみたいなのついてんだよ。イタリア人か分かんないけど、なんかそれは髪型とかを？いやいや違う、服装。服装、うん、急にあいつ、なんか急にだよ、ほんと急に T シャツにジレ、なんかあんなんでこう革靴みたいな、ジローラもかお前みたいな格好で急に裏の黒になって、どうしたのライアンみたいな。いや僕今スタイリストついてるんです。あ、そうなんだ。急におしゃれになっちゃってライアン、なんかいつもこうなんかこじゃれたあのファッション雑誌に出てくるような格好で来るようになったんだよ。何があったんですか？ライアンの服装に注目してもらいたいね。ブランドの服でいつも球場に来る時の格好、なんだっけ質問。裏の位置で。全然裏じゃねえな、野球、ライアンのここがすごい。
っていうところ。いやもうそれはあの体で決してさ、野球選手にしては大きくないじゃん、力強いボール投げるわけじゃん。だからそれは彼の努力の賜物だし、常にライアンはウエイトルームに行ってトレーニングしてるよね。やっぱりあの体を大きく使ってね、バッターを抑えるわけだから、相当なね負荷が下半身多分で、足も大きく投げるわけだから、相当な疲労がね、いつも試合終わったら下半身というかもう体全体に来てると思うんだけど、それをやっぱりしっかり維持できるトレーニングだったり、まあ、1年間投げ切れる体力だったり、そういうものをね常にこう考えながら自分でいつも模索して自分の体に気を使ってトレーニングしてるからね、そういう努力っていうところではすごいよね、ライアンは。僕はそういう姿を常に見てたから、うん、すごいなと思うね。最後、ライアンのこういうところに注目して試合を見るともっと楽しめるっていうところありますか？いや、それは結構球場に来る格好でしょ。どこに出たら見れますか？もうクラブハウスの前に行ったらもう見れる。ライアンチームに注目して毎日おしゃれな格好してくるから、そこ注目しよう。なんかライアンが投げる日っていうのは割と俺が結構打てる日みたいな感じだったから、俺がプロ初ホームラン打った日もライアン先発だったし、ライアンが初完封かなんかした時も俺が打ったし、ライアンとはいいこう縁があって、すごく俺も好きな選手、好きな後輩なので、いろんな重圧とかプレッシャーがある中でずっと投げてると思うんだけども、とにかく怪我だけには気をつけてね、1年でも長くヤクルトのエースとして頑張ってもらえたらと思うんで、これからも頑張ってください。